そして本大会の台風の目と言ってもいいでしょう。リプコフスカヤが登場しました。ロシア、ロシアの広さを感じさせる実力派です。アティチュードのピボット連続ですね。そこに根が生えているような全く動かないこのアティチュード、今一番勢いがある選手じゃないかなと思うんですが、メリハリが効いてるんですよね。ゆっくり回っても早く回っても、技の凄さというよりも美しさに目がいってしまうということは、いかに技がすごいかっていうことなんでしょうね。そうですね、技術がないとなかなか表現力まで手が回らないですからね。スレリアンスカに負けない177センチの長身です。18歳のリプコフスカヤ、ここまでノーミス、簡単にやってますが自分の手元にスッと返ってきますからね。ロープに目がついているような、ロープと一心同体です。取りに行かずにそこの手元に来るという感じですね。そういう感じですね。地中ボタンで無事潜り回転ですね。最後は見せ場ですよ。ジャンプから足で取った。わー、これはうまくいきましたね。なんとすごい、これは高得点がちょっと期待できそうですね。彼女はピボットが得意なんですね。はい、スピードと回転力が非常にありますね、はい、さあセレブリアンスカヤの座、あ、9.905、こうなりますとちょっと順位の方がかなり変わってくるのではないでしょうか。